はい、ということでただいまね、一品目到着いたしました。こちらがね、ギバサを使ったギバサの冷やし混ぜそばでございます。正直にこれ僕 SNS でも見ていて、めっちゃくちゃ食べたかったんですよ。それでは早速いただきます。トマス、これ麺うまそう。トゥルトゥル系だね。全部混ぜよ。よいしょ。いや、これめっちゃうまいんだけど。いや、わ。よいしょ。うわ。ギバサのいい香りとトロロのね、この甘みプラスアルファでナメコのね、塩味とか旨味が入っていて、もちろんね、返しとかも入ってると思うんですけど、全体的にすごいね、バランス良くてめちゃめちゃうまいですね。今回こちらのメニューは麺がね、茹で前で 600g ほど入ってるらしいんですけど、全然余裕だね。これはズバズバいける。うわー、うまっ。うん、オクラとかも出てきた。こういうの嬉しいですね。もうなくなっちゃう。うん、あ、うめえ。あ、これ納豆も入ってんだ。うわ、めっちゃうまいこれ。うん、レモンいる、レモンがいる。麺なくなってからレモンに気づきました。レモン味変にグッと絞って、うん、うまっ。うん、うん、ってことで、まずはね、ギバサのこの冷やし混ぜそば完食でございます。めっちゃうまかった。はい、ってことで続きまして2杯目到着いたしました。こちらがコーンとパイカのカレー混ぜそばでございます。もうね、めちゃめちゃいい香りがするの。早速食べていきたいと思います。いただきますと。とりあえず今回はね、麺が1キロ、コーンが1キロ、パイカが1キロ入ってるそうです。いいよ。あ、うまっ。甘い。うまっ。うん。見えるかな、これ。パイカ。あ、うまい。混ぜそばなんで、麺を、おお、うお、まっす。
そらくねカレーの出汁に魚介系の香りも入ってるのかな。めちゃめちゃうまいなこれ。やっぱり魚介系が効いてると後味がねこうキュッとうまく締まるんですけど、その代わりねコーンとかパイカで甘みも出てるんでバランスがねちょうどいいです。でもすごいな。パイナップル食べちゃうこれ。うん、ありだな。うわ、ちょっと特茶で休憩を。コーンとか具材が多いから麺すすっててもね減ってる気がしないんですよね、不思議。あ、なんきれいで、今ね麺の方はほぼ食べ終わりまして、残りの具材はねこのパイコーとコーンって感じですね。具材だけでもおそらく 3.5 キロぐらいで、さっきの含めても多分ねこれ食べ終わったら5キロはね余裕で超えると思う。結構でもお腹いっぱいだもん。あれ次も来る感じですか。ナイス、召し上がります。結構なかったよ。食べたら、ありがとうございます。スープと一緒にコーン食べてるとちょっとね急な暑さでやけどしそうだったんで一旦ねお皿の方に取り分けました。どかしましてと、結構コーン食べたけどまだ結構ある。そしたら最後の具材こうバッといっちゃいますね。はあ、今日もよく食べました。ごちそうさまでした。はい、ってことでね、先ほどあの2杯目の、カレー混ぜそば食べ終わった後だったんですけれども、大将からねもう純粋な、愛情で特製のもつ煮の味噌ですねをいただきました。あとね、
ここから多分人になりそうな気がするので、今回の動画はここまで。本当ね、大将自身、秋田出身の方みたいで、とてもね、こう、情に熱い方で、遠くから来てくれたから、せっかくだからってことで、こうやっていただきました。ぜひね、気になった方は、秋田ラーメン浜さんに、来てみてください。はい、ということで、以上、ラスカルクラでした。じゃあね。